こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回はソニックシリーズにおける大人気キャラクターシャドウ・ザ・ヘッジホッグについて解説していきたいと思います。以前シャドウの人生をまとめた動画を投稿したんですけど、そういえばシャドウの基本プロフィールや特技といった基礎的な情報についてはまだ解説していなかったので、今回の動画では以前投稿したシャドウの人生解説では説明しきれなかった情報を完全網羅していきたいと思います。シャドウは今後のソニックシリーズにも頻繁に登場してくるキャラクターだと思いますので、この動画を見てシャドウについて詳しくなれば今後のソニックシリーズをより楽しめるようになることを間違いなしです。ということで、ぜひ最後まで楽しんでいってください。それでは早速始めていきましょう。まずはシャドウの基本プロフィールについて見ていきましょう。シャドウは2001年発売のソニックアドベンチャー2で初登場したキャラクターで、この時はソニックの敵として立ちはだかりましたが、最近だと味方になることが多いですね。ですが、例えばテイルスやナックルズのような仲間と呼べる間柄ではなくて、あくまでも利害が一致した時には協力するといった関係性になっています。続いてシャドウの種族についてなんですが、シャドウはソニックと同じくハリネズミをモチーフにしています。ゲーム中での性能もソニックと似たようになっていることが多く、ソニックの代名詞であるホーミングアタックやスピンダッシュ、さらに2017年発売のソニックフォースではブーストも披露してくれました。一方で性格面を見てみると、シャドウはソニックとは全然違う性格をしています。ソニックが常に明るく賑やかな性格をしているのに対し、シャドウは非常にクールで口数も少なめ、また他人と慣れ合うのを好まず、話しかけてきた相手に非常に冷徹な態度を取ることもよくあります。ですが、決して血も涙もない男というわけではなくて、例えばソニックアドベンチャー2では爆発に巻き込まれそうになったルージュを命がけて助けたり、ソニッククロニクルというゲームでは行方不明になったオメガというロボットを必死で探すなど、他人を思いやる優しさもしっかり持ち合わせています。早い話がツンデレですね。そんなシャドウなんですが、ソニックの公式サイトにある基本プロフィールを見てみると、嫌いなものの欄に人類すべてという非常に穏やかじゃない文言が記載されています。これはどういうことなのかというと、シャドウの生い立ちにその答えがあります。実はシャドウはエッグマンの祖父であるプロフェッサー・ジェラルドという人物によって生み出された人工生命体なんです。シャドウが生み出されたのはソニックたちの時代から50年前のことになるんですが、この頃ジェラルドは当時の政府が主導していた不老不死の研究チームに参加しており、その研究の一環で生まれたのがシャドウだったんですね。そしてジェラルドによって生み出されたシャドウは、ジェラルドの孫であるマリアという少女と親しくなります。マリアは生まれつき難病を抱えており、無菌室の中でしか生きられない体でした。そんなマリアを非常に大切にしていたシャドウですが、ある時シャドウとマリアを悲劇が襲います。不老不死の研究中にある事故が起こり、事態を重く見た政府が研究の中止を決定。さらに研究施設に特殊部隊を派遣し、不老不死の研究自体をなかったことにしようとしたのです。そしてその特殊部隊から逃げ切ることができず、シャドウの目の前でマリアは撃たれてしまうのでした。その後シャドウは軍に捕まってコールドスリープさせられてしまい、50年後にエッグマンの手によって目覚めさせられるまで眠り続けることになります。さらにこの間にシャドウは孫を失った怒りと悲しみで我を忘れたジェラルドの手によって記憶を操作され、全人類を恨む復讐者へと仕立て上げられてしまいます。この一連の出来事によってシャドウは一時地球に住む人類全てを滅亡させようとしてたんですね。これがシャドウの公式プロフィールに人類全てが嫌いと記載されている真相になります。最初にこの文言を見た時はどういうことと思った方も多いかもしれませんが、このシャドウの過去を知ってしまうと人類全てを嫌いになってしまうのも無理ないと思えてきますよね。シャドウの人間嫌いの最終的な決め手になったのはジェラルドの手によって記憶を操作されたことなんですが、たとえこの時記憶をいじられなかったとしても、おそらくシャドウは人類に対する強い嫌悪感を抱いていたことでしょう。なおこの後シャドウはマリアが人々の幸せを願っていたことを思い出し、ソニックたちと共に何度も人類を救うことになります。しかしシャドウの心の奥底には未だに人類に対する嫌悪感や不信感があるのかもしれないですね。ちなみにこの辺りの話をもっと詳しく知りたい方は、以前投稿したシャドウの人生解説の動画でめちゃめちゃ詳しく解説しているので、興味がある方はぜひ見てみてください。もうこれ以上ないくらい丁寧にまとめたケイティ渾身の力作です。続いてはシャドウの能力について解説していきたいと思います。ソニックシリーズのキャラクターたちは基本的に体当たりやパンチ、ハンマーなどの物理攻撃をすることが多いんですが、シャドウに関しては物理攻撃以外にもいろいろな特殊技を使うことができるので楽しみにしていてください。まずシャドウの身体能力についてなんですが、シャドウもソニックと同様に音速の速さで走ることができます。ですが最高速の時は実際に走ってなくて、シャドウが着用しているホバーシューズを使ってスケートのように走行しています。どうやら純粋な走りだけでは音速の速さを出すことはできないみたいですね。ではこのホバーシューズを使った場合はソニックとどちらが速いのかという点についてなんですが、これはゲームによっていろいろな設定があるものの、最近だとソニックの方が少し速いということで議論が落ち着きつつあるように思います。ス
ピード勝負においてはソニックに軍配が上がるということですね。なんですが、一方で戦闘能力の面を見てみると、これは完全にシャドウの方が上だと思います。例えば2006年発売のソニック・ザ・エッジ・オークというゲームを見てみると、ソニックの攻撃技はいつものホーミングアタックであるのに対し、シャドウはホーミングアタックなどに連続して格闘技を繰り出せるようになっています。また複数の作品において重火器類の扱いにも長けている描写が描かれているので、スピードを抜きにした純粋な戦闘力で比べてみるとシャドウに軍配が上がるんじゃないですかね。さらにシャドウは普段は自分の力を制御していて 100% の力は出していないんです。シャドウの手足を見ると金色のリングがついているのが確認できるかと思うんですけど、このリングがシャドウの力を制御するリミッターになっていて、このリングを外して初めてシャドウの真の力が解放されるという仕組みになっているわけです。ただリミッターを外してしまうと力を制御するのが難しく、もはや一歩も動けなくなるまで体力を使い果たしてしまうという危険性があります。そのためシャドウがリミッターを外す描写は作中でもほとんど描かれていないんですが、それでもリミッターを外した時のシャドウの力は本当に凄まじく、この状態のシャドウに太刀打ちできる生命体は地球上にはいないかもしれないですね。ということでシャドウの身体能力についてまとめてみると、スピードの面ではソニックに少し劣りますが、その分戦闘力についてはソニックをもしのぐ力を持っているということになるかと思います。全体的な能力値で見るとほぼ互角なんですが、その内訳が少し違っているみたいなイメージですかね。またこれは身体能力とはちょっと違うかもしれませんが、実はシャドウもソニックと同じくスーパー化することができます。シャドウが初めてスーパー化したのはデビュー作であるソニックアドベンチャー2のラスボス戦。ソニックと2人でスーパー化するシーンはもう鳥肌もので、数多くの子供たちをソニックの虜にした名シーンです。スーパー化したシャドウはソニックと同じく宙に浮いたり、音速を超えた亜光速のスピードを出せるようになるんですが、ソニックとの違いとして体の色は金ではなくて銀色になっています。この色の違いもまたいいですよね。金色のスーパーソニックと銀色のスーパーシャドウが立ち並ぶ姿はもう圧巻です。なおシャドウが初めてスーパー化した際は力の制御がうまくできずに戦闘後力尽きてしまい、そのまま地球へ落下してしまったんですが、その後の作品でスーパー化した際はそういったこともなくなり、スーパーソニックと同様世界を守る最後の希望として大活躍してくれてます。ただ最近はスーパーシャドウの出番が全然ないので、個人的に深刻な供給不足に陥ってます。またスーパー化して大活躍する姿を見せてほしいですね。ということでシャドウの基本的な身体能力についてはこのようになっているんですが、続いて先ほども申し上げたシャドウの特殊技について解説していきたいと思います。シャドウの特殊技は主にカオスエメラルドの力を利用することで発動します。まず最初にご紹介するのはカオスコントロール。カオスエメラルドの力を利用して時空を歪めることができるという技です。シャドウが最も得意とする技でもありますね。このカオスコントロールを使うと周囲の時間を遅らせたり、人や物をワープさせることができます。作中では主に戦闘中に使われたり、他には巨大な落下物を他の場所にワープさせるのに使われたりもしますね。また同じ場所で複数のカオスコントロールを発動することで時空に穴を開けて時間移動することもできるので、このカオスコントロールという技は非常に汎用性が高いです。スマブラのシャドウが使うのもこの技なので、シャドウの必殺技といえばまずこのカオスコントロールが思い浮かぶんじゃないかと思います。続いて紹介するのはカオスブラスト。こちらはまずカオスエメラルドのエネルギーを一箇所に集中させ、その後溜め込んだエネルギーを一気に解放することで大爆発を起こすという技です。非常に強力な技なんですが、あまりに威力が強いため敵味方問わず周囲のものを全て巻き込んでしまいます。使いどころを考えないと大惨事を引き起こしてしまう非常に危険な技ですね。続いて紹介するのはカオススピア。こちらはカオスエメラルドのエネルギーを光の矢に変えて敵を貫くという技です。エネルギーの消費が少なく、またさっきのカオスブラストと違って小規模な攻撃方法なので、これまで紹介した3つの技の中では最も使用頻度の高い技ですね。ですがこのカオススピア、通常時はそこまで威力が高くなくて、例えば2006年版ソニック・ザ・ヘッジ・ホッグでは矢に当たった敵をしびれさせるだけで殺傷能力はありませんでした。ただシャドウがスーパー化した際はこのカオススピアの力もかなり向上していて、通常時と比べて倍以上の速度で連射できるようになったり、ラスボスに対してもしっかりダメージを与えられるなど、スーパーシャドウのメイン武器として凄まじい活躍を見せてくれるようになります。見た目的にもすごくかっこいい技なので、個人的にこのカオススピア、今回紹介した3つの技の中でも特にお気に入りです。ということで以上の3つが今回紹介したかったシャドウの特殊技になるんですが、ではなぜシャドウはこんなにもいろいろな技を使えるのでしょうか。実はこの理由についてもシャドウの出生時にその答えがあるんです。この動画の冒頭でシャドウはプロフェッサー・ジェラルドという人物によって生み出された人工生命体だという話をしたかと思うんですけど、実はこの時もう一人シャドウの誕生に大きく関わっていた人物がいたんです。それがこのブラックドゥームという地球外生命体。このブラックドゥームは非常に高い戦闘力と不老不死の体を持った生命体で、
さらにカオスエメラルドのエネルギーを自由自在に操る力も持っていました。そしてブラックドゥームは地球に眠るカオスエメラルドを提供することを条件に自分の細胞の一部をジェラルドに譲ります。ここまで言ったらもうお分かりですよね。そう、この時ジェラルドが受け取ったブラックドゥームの細胞、この細胞を元にして生み出された生命体が今回紹介しているシャドウ・ザ・ヘッジホッグだったんです。だからシャドウはブラックドゥームと同じく非常に高い戦闘力を持ち、さらにはカオスエメラルドの力を利用したいろいろな技を使うことができるんですね。ちなみにシャドウの体の色もブラックドゥームの細胞の影響だったりします。言われてみたらなんとなく色の傾向同じですよね。まあ、シャドウの方が何倍もかっこいいですけどね。ということでシャドウがカオスエメラルドの力でいろいろな技を使えるのはブラックドゥームの細胞を持っているからということになるんですが、実はこうなってくるとまた新たな疑問が生まれてくるんですよ。というのも実はソニックシリーズの中でシャドウの他にもう2人カオスコントロールを使った人物がいるんです。その人物とはソニックとシルバー。ソニックはソニックアドベンチャー2の中で爆弾が仕掛けられたポットから脱出する際にカオスコントロールを発動させ、その後も難なくカオスコントロールを使えるようになっています。シルバーに関しても2006年版ソニック・ザ・エッジ・ホッグでシャドウと対峙した際にカオスコントロールを発動させ、その後もカオスコントロールを自由に使えている描写が描かれています。さっきも説明したようにこのカオスコントロールという技はもともとブラックドゥームの技で、シャドウはその細胞を持っているからカオスコントロールを使うことができます。ただそうなってくるとブラックドゥームと関わりがないはずのソニックとシルバーがなぜカオスコントロールを使えるのか非常に疑問ですよね。そしてこの疑問の答えについてはまだソニックシリーズの中で明かされていないんです。まあ、シルバーはもともと未来から来た人物という設定なので、もしかしたらシャドウかソニックの子孫でカオスコントロールの力を受け継いでいるという可能性もありますが、ソニックの方に関してはもう完全に謎ですね。なぜソニックがカオスコントロールを使えるのか、もしかしたらカオスコントロールの起源はブラックドゥームではなく誰か他の人物が関わっているのかもしれません。ただこのあたりの謎が今後明かされていくかどうかについては正直微妙なところで、ただのソニックの主人公補正というだけの可能性も大いにあるんですが、それでもソニックがなぜカオスコントロールを使えるのかという点もソニックシリーズの謎の一つなので、今後のソニックシリーズを楽しむ上でぜひ頭の片隅にでも置いておいてもらえたらと思います。ということで以上シャドウ・ザ・ヘッジホッグに関する解説でした。動画が気に入っていただけましたらいいねやチャンネル登録、またたくさんのコメントもぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。